そういうわけで我らマギルー奇術団の公演を開くぞよ。演目は漫才じゃ。ちょ、話が見えないんですけど。さっきマジルーと勝負すると言ったじゃろ。じゃのに、お主らと来たら曲芸の一つもできんし。ごめん。仕方ないでしょ、素人なんですから。くぅ、少しは申し訳なさそうに言えい。本来なら日の輪くぐりでも強制したいところじゃが、本当に漫才で何とかしてやろうというのじゃ。漫才ならわしが場を回して面白くできる。せいぜいおいしくいじってやるから感謝せい。でもマジルーちゃんと同じ舞台に立つなんて恐れ多い。お、さらりとやる気出したの。私は嫌よ。なんでそんな無駄なこと。無駄じゃないわい。公演が成功すれば大金が手に入るぞよ。しかも今はチャンスじゃ。マジルー一座と間違えて見に来るやつが多いはず。あっちの名声を利用する気満々だな。それじゃ、そういうリアクションをわしが転がせばドッカンドッカン受けまくりじゃよ。よくわからんが、そうか。ドッカンドッカン、自爆の間違いでしょ。おー、ベルベット、お主はツッコミでもいけそうじゃな。はあ、変な感心しないで。バカらしいが、金はあって困ることはないな。アイゼンまで決まりじゃな。あちこちの町による興行師に話しかければわしのコネで公演を開けるはずじゃ。とりあえず全員とコンビを組んでお主らのお笑いポテンシャルを見極めてやるぞよ。全員？俺もやるのか。無論じゃ、わしら全員でマギルー奇術団なんじゃから。どうなっちゃうんだろう。